どうも、キラです。今回は SH60 と UH60J らしきものを作ってみました。まず SH60J こんな感じですかね。映るかな。結構、撮りますね。よいしょ。こんな感じで作りました。結構地味になっちゃいましたけどね。これ後でちょっとちゃんと見せますけど、地面にちゃんと設置できますよ。地面に置いたら斜めになるようになってるんです。あの UH60 とかさ、ブラックホーク特有の謎の汎用機です。一応設定としては敵国の未確認機として、不明機として上がったヘリコプターです。まあ架空の話ですけど、こんな感じですかね。一回ちょっと画面入れます。データが動きますね。おあっちゃかしちゃう。データこんな感じですか。ちょっと下げますね。よっこいしょ。角度調整、こっち向きに斜めになるように作りました。こうやってローターも回るやつですけど、 C ホークは回らないんです。力づくで回さないと。これも一応斜めになるようになってます。結構これ教えてもらったからには汎用にしなければならないと思って、これ結構悩んだ末できましたかね。困ったし、まあこんな感じですかね。ではさようなら。